レモラは、アメリカ海軍の潜水艦、天地級潜水艦の一隻。艦名はフランス語で、コバンザメかの総称にちなむ。コバンザメ長コバンレモラは1945年3月5日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1945年7月12日に、T.W. サミュエルズ三世巨人によって命名され、1946年1月3日に、 艦長ロバートセラーズ中佐の指揮下収益する。1946年4月にカリブ海で成長を完了すると、レモラは1947年の1月まで訓練潜水艦としてニューロンドンを拠点として活動した。その後太平洋に転属となり、1月中旬にパナマ運河を通過、2月14日にカリフォルニア州バレーホに到着、グッピー回収が始められた。 作業完了後11月に大焼けを終え、翌年の2月22日に新たな母校のサンディエゴに到着した。続く2年にわたってレモラはカリフォルニア沖の東部太平洋で活動した。1948年の夏から秋にかけてはアリューシャン列島までの北方で活動する。1950年5月1日、最初の極東配備に向けて出港する。六月八日に、 佐世保に到着し、11日に横須賀に向けて出港、極東方面軍の部隊と共に対潜水艦船訓練を行った。2週間後に朝鮮戦争が勃発した。レモラは第96任務部隊の一部として7月後半から8月にかけて北海道とカラフト間の宗谷海峡を偵察した。月末にサンディエゴへ帰還する。 その後2年にわたって、オーバーホール、カリフォルニア州モントレイの訓練学校任務、沿岸での訓練演習に従事した。レーモラは1953年の初めに、西部太平洋に戻る。3月15日に中条湾に到着し、4月に日本本土へ向かい、第96任務部隊に最後をした。6月に沖縄海域に戻り偵察と訓練を行い、 その後横須賀に向かう。7月2日、帰国の都につき8月3日に、サンディエゴに到着した。朝鮮戦争の停戦成立後モレモラは、サンディエゴを拠点として活動し、その後の10年間は、西部太平洋での訓練及び偵察、西海岸及びハワイでの艦隊作戦活動を交互に繰り返した。1956年から58年にかけて、 東部太平洋に泊まったが、春にはアラスカ沖での拡張訓練に参加した。1961年11月にレモラはサンディエゴから真珠湾に転属となる。翌年7ヶ月をかけてグッピー回収が行われ、その船体は15フィート、司令塔は5フィート延長された。1963年にはハワイ水域で対戦ソナーの評価試験に参加する。 1964年5月に6ヶ月間の西太平洋配備を再開し、1969年まで毎年続けられた。1969年8月、母校が新珠湾からサウスカロライナ州チャールストンに変更される。1970年2月16日から6月26日まで地中海へ展開した他は、チャールストンを拠点として大西洋岸沿いに、 カリブ海を及びメキシコ湾までの範囲で活動した。1973年10月29日にチャールストンで退役したレモラは同日ギリシャ海軍へ移管されカタソニスの艦名で収益した。ありがとうございます。